自分なりのやり方でリラックスした意識状態になります。この瞑想の目的が、水が瞑想の時代を開始する引き金を共同で設定することであると表明します。ソースからの明るい紫の炎であるバイオレットフレームの筒を、瞑想中から終了後にかけて自分の周囲に立ち上げます。
このバイオレットフレームに光のためにならないすべての物事を変容させるように求めます。白く輝く光の柱が宇宙のセントラル3から発せられて、次にこの宇宙のすべての銀河のセントラル3にそれが分配される様子を視覚化します。次にこの光が銀河のセントラル3を通って私たちの銀河に入り、次に太陽系に入り、太陽系内部のすべての光の生命体を通って、地球のすべての生命体と自分の体を通り地球の中心まで届く様子を視覚化します。この光が地球に残存するすべての闇を変容させる様子を視覚化します。
この光が全ての不平等と貧困を解消する様子を視覚化します。この光が全人類に豊かさをもたらす様子を視覚化します。惑星地球の全生命体を包み込む柔らかでピンク色の女神の光を視覚化して、地球の生命体の感情体を癒す様子を視覚化します。
水が目座の時代の大きな宇宙サイクルが新たに始まって、地球のすべての生命体に純粋な光と愛と幸福をもたらす様子を視覚化します。